こんにちは。覆面 YouTuber のタカさん、ね。気になる男の50話ありがとうございました。皆さん、動画をご覧になっていていかがでしょうかもう50話まで突破しまして51話になりましたけども、毎回毎回なんかこう気づくことがあったんじゃないかなと思います。それはですね、発信する私たちが何か特別な能力を持ってるわけじゃなくって、それを見て聞いた人が何かに気づこうとしているね、そういういわゆる潜在能力があるからこそ気づいて、えそして、 時には胸を踊らして時には共感してっていうねそういう気持ちの動きがあるわけなんですよねまああの私たちが試行錯誤していろんな動画を作りますでもそれは誰だか分かんない人に当ててるメッセージであり明確にこの人は見てるだろう聞いてくれるだろうっていうのは私にとってはタカさんしかいないしタカさんにとっては私しかいないんですよ2人の対話なんですよねこれを例えて言うとですね、ファミレスでで私たちが2人でね ようって感じでコーヒー飲みながら久しぶりみたいな感じで会って話してるんですよその話をファミレスにいる他の全然関係ない方がねこうやって聞いてるようなもんなんですよでたまにコメントが入りますそれは面白いコメントだったりねありがたいコメントだったり YouTube をしてるとあるもんですけどもそれはどういうことかっていうとファミレスで雑談をしている二人に対してああじゃないかこうじゃないかっていうふうにたまたまその空間にいた人が まあ横から、ね、いろんなアドバイスですとか時にはチャチャを入れたりとかするみたいな環境じゃないかなとそのファミリスっていうのは偶然居合わせた空間ではあるんですけども瞬間的な一つのコミュニティなんですよねでこれね通勤電車とか通学電車とも同じようなことが言えてその通勤電車通学電車ってだいたい同じ時間同じ場所に座ったり立ったりしていることが大体多くなってくるんですよそれが年単位で利用すればするほど大体そうなってきます 生活サイクルが安定してくるんですよねそうなると、いつも見かけるあの子みたいな人がね、出てくるんですよ。でも、すれ違うこともない赤の他人ですよ。でも、だん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 思いが募っていって、その、いつも見かけてるあの子に、自分なりのストーリーを描いてしまうんですよ。つまりは、これが感受性なんですよね。動画を一方的に見ていて、ファンになる心理っていうのは、ここにあるんですよ。ずーっと、あれ、あの子また来てるな、みたいな。 自分が乗って、ちょっとしたら駆け込んでくるあの子は誰だろうみたいなね。いつも同じ制服を着てるな。いつも同じ格好をしてるな。そして一人でいる。一人でいて本を読んでるなとか、ね。とだいたい同じ行動パターンを目にするんですよね。だからたまに来ない時ってどうしたんだろうと思うんですよ。そして、あれ風邪でも引いたのかな引っ越しちゃったのかなどうしたんだろうみたいなね。そうやって、だん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 自分の心の中でストーリーを膨らませていくんですよね。でも、そういう風に見られてる方は、 何も意にしてないんですよ人間関係ってのは自分が思えば思うほど相手も思ってくれるというものでもないんですよねだからこういう言葉がありますえー、白い巨頭の財前五郎さんの言葉ですけどもライバルの里見にこう言うんですよおい里見俺たちは医者だけどな悩めば悩むほど患者さんのためになるそんなことはないよお医者さんとはね 思えないような言葉ですけども、ただ真実をそうやって突きつけるわけなんですよね。そこに視聴者の私たちも、おや、そうか。悩めば素晴らしい人生ってわけでもないんだ。悩んでない人はダメな人間っていうわけでもないんだ。そうだよなーっていうふうに考えたりするんですよ。それは少なくとも、悩んで悩んで素晴らしい人生をつかむというふうな概念に、心のどっかでね、違和感を持っていたからじゃないかなと思うんですよね。 さあ今日はね、そんな形でお話を進めていこうかと思います、はい。あの、ロスジェネ世代っていう言葉がありましたけども、私はね、本当のロスジェネ世代は誰なんだろうっていうふうに考えていくんですよ。私はロスジェネ当事者ですけども、いや、ロスジェネと言えなくもないけども、でも、待てよ、と。こんなすごいところもあるぞ、と思うわけですよ。その一つが、いやー、戦争がないなぁって思うんですよね。いや、私はね、生まれて、 育っていく中で戦争の残り画を嗅ぎながら生きてきた人間なんですよ。例えば私のおじいちゃんは徴兵されて満州に戦争に行ってるんですよね。戦争帰りにお土産は自分の舞台で使っていたベレットですよね。銃弾です。銃弾を持って帰ってきてくれました。いや、今で思うと危ないですよね。銃弾つったってちょっとしたことでね、暴発するかもしれないし、大爆発を起こすわけですそれこそ指の一本に二本、吹っ飛ぶようなものを 孫の私にこうやってくれたわけですよ。で、戦場で使っていた懐中時計とかね、うん。その他、いろんなものがありました。まあ、今になったら言えると思いますけども、こっそり家に保管しちゃった銃とかね、うん、あったわけですよね。あとは、剣とかね、勲章とかありましたね。まあ、あの、二等兵で、 徴兵されてるんで、大きな部分をあげたとは考えにくいんですけども、どうやってそれを手に入れたか、ちょっとここではね、想像するしかないです。で、それから、私は今住んでる町に、幼い頃、暮らし始めて、近所の人でも、戦争帰りのおじいちゃんっての、別に普通にいましたんで、また戦争があるかもな、と思いながら過ごしていたんですよ。ある時、赤い髪が来てね、 そしてその紙に何月何日何々を持ってここに来なさいって書いてあるんだよ。でみんながね万歳万歳って喜んでんだけどもいやなんかな自分が読みかけの本があるんで行きたくないんだけどなうん学校で友達と遊んでる方がいいんだけどなと思いながらも徴兵しなくてはされなくてはいけなかったというねまあそういうような環境だったりとかあったらしいです。まあ様々そこではねあの徴兵に関わるドラマがあるわけですけども まあ今ねロシアとかウクライナで起きてる悲劇っていうのもまあ動機はどうあれ徴兵という形で自分の持てるカードや持てるチップが使えなくなって自分で思いもしなかったような環境で軍に支給されたもしくは支給されてないカードやチップを使えというって言われてるんですよねそのカードには「進め打ち手しやまん」って書いてるわけですよそのチップにはたった1枚、えー、命というものが刻まれてるんですよね そのチップを使って進めるしかなくって、一回チップを失ったらそこでゲームオーバー、ジ・エンドなんですよね。死して屍、ね、拾うものなしと言いますけども、戦場で死ねば遺体を引き取って遺族のもとへ届けてくれるってことはありません。死んだらそこで終わりです。そこで骨になるだけなんですよ。未だに帰還していない骨がたくさんアジアには埋まっていると言われています。今でもね、 その遺骨を拾うためのボランティアが日々さまざまなところに探しに行ってるというふうに言われますけどもその骨がもう誰なのか今では分からないしそもそもそういったボランティアも高齢化でですね跡継ぎはいなかったりとか跡継ぎのモチベーションはそこまで高くなかったりとかで回収はここで終わってしまうんではないかなと自分の意思でもなく強制的に生かされた戦場でそんな目に遭ってしまうそういう事態が あったわけですよそこが本当のロスジェネじゃないかなと思ってますよねでここでね一つ映画を紹介したんですけどもシルベスター・スタローンの「ロッキー」ではなくて「ランボー」というシリーズですねこれ先日ラストブロッドということで最終回を迎えたんですけども40年にもわたる映画作品になりましたねその第1作目は「ランボー」ではなくて実はね現代は「ファーストブロッド」なんですよ これは一番最初に流れた地もしくは誰が最初に仕掛けたんだっていう問いかけなんですよねこのランボーという作品に出てくる、えー、まあジョン・ランボーというね青年はベトナム兵として徴兵されるわけですよそしてベトナムで戦ってきてなんとか生き残って帰ってきたそして帰ってきてから平和だったはずのこのアメリカという国にねひどい集中を受けてそして怒り狂ってですね アメリカに対して戦争を仕掛けるとたった一人でそんなストーリーなんですよ前編を通してこのランボーにはセリフがほとんどありません2時間ほどの映画なんですけどもセリフがほとんどなくて最後の5分だけ席を切ったように喋り始めるんですよそこが実は多くの当時たくさんいたベトナム機関兵の胸を打ったわけですよね現代では PTSB とか それからね、トラウマって言葉がありますけども、当時はありませんでした。戦争から帰ってきた人が、なぜか精神を病んでいて、自ら死を選んだり、荒れ狂ったり、働く気力をなくしたり、英雄だったと思って帰ってきたのになぜか塞ぎ込んで、家族とも会話をしない。そんな日々を送っていて、戦争に行って何があったんだろうってみんな言うんですよね。いや、戦争に行くと何かありますよ。平和じゃないんだから。例えば、同じ、 チームにいた戦友が今日一人死に明日一人死ぬわけですよ逆にですね自分たちが戦争の場にいるわけですから銃を構え至近距離にいる人を撃つわけなんですよそして捕虜にした人を命令によって喉をかっき切るということもありましたおおよそね平和な社会では考えられないような虫も殺したことがないようなそんな青年が人を殺していく日々を 過ごすすわけですよ、ね、もう抵抗はなくなりますなのに平和な社会に帰ると戦争反対命を大切にしろというふうなおかしな価値観で浮かれてるわけですよダンスを踊り酒を飲み恋愛をして平和なふりをして死んでいく何なんだろう俺たちが生きてきた世界はというふうなギャップに苦しむわけですよねだからこそこの「ランボー」というドラマラストシーンの5分間に なな葛藤が吹き出すすわけなんですよ主人公のランボーという青年はですね「俺が始めた戦争じゃなかったんだ」「あんたに言われたんだぞ」っていうふうにかつての上官を指さします。「あんたにやれ」と言われて俺はベストを尽くして戦ってきた。そして生き残ったんだ。生き残って帰ってきてみたら「お前らは子供をベトナムで殺したんだ」ね「ガスをまいてベトナムを台無しにしたんだ」「恥知らず」というふうに責め立てて自分に 罵声を浴びせるおかしいな。アメリカを守るために、アメリカのために、自分の青春を投げ打って、戦ってきて生き残ってきたらこんな目に合うのか。何なんだこの世の中。っていうことで、まずはそこに精神的なすごい負担を抱えるわけですよ。いやでも戦争に行ったことがない人がね、戦争に行ってドンパチした人を責めるのは無理もない話ですよね。いや私もね、幼い頃に、 戦戦争争帰りのの人が自分の青春を語るにに常に戦争だったわけですよ。でももう今は戦争がないからあ僕には武勇を立てるチャンスがないなと僕にはもうこういうふうなおじちゃんやおばちゃんが語るような武勇伝失礼しました武勇伝はもうこれからないんだな戦争がないってことは自分が出世するチャンスがないんだなっていうふうにやっぱ思っちゃったわけなんですよねでもその片方では経済戦争というものがあったりね 貿易摩擦ってものがあったりとか受験戦争ってものがあったりとかね結局は形を変えて戦争があるわけですよそこでは PTSD に悩まされたりとか幼い頃の教育がうまくかみ合わなくてそれが20になっても30になっても引きずるトラウマになったりとかする人が確実にいるんですよロスジェネ世代ああ戦争に行かなくてもロスジェネ世代と受け取る方法もあるんだなと自分の人生の中で嫌なところばかりをピックアップして 未来にに連れれててて行けば、それは PTSD ななっっししまいまままいいす。す。トラウマままでも苦しい戦争の中でも苦しい環境の中でも幸せを携えてそれを未来に持っていくことを自分が選択すれば苦しいけれども楽しかったよねと大変だったけども懐かしいねと思えるような過去をもしかしたら大切にできるのかもしれません私が聞いた戦争体験者の中では確かにね戦場では 命がけけで助け合ったとだって自分のチーム戦友が倒れればそれだけ自分の命が不利になるじゃんだから誰一人死なないでほしいっていうのは自分のためでもあるし本当にそう思ったらねこんなたまたま舞台で知り合った人がなんて大切な命なんだって思えるようになったそうなんですよだから少ない食料を分け合ったりもするし友人が死ねばそこで手厚い弔いをしたり そして、形見を何とか持って帰ろうとして、そのために生き残っていくんだっていう力をね、自分の中に宿したりするわけなんですよ。いやー、でも本当にね、戦場でどんなことがあったのかっていうのは、プライベート・ライアンの冒頭の20分、これも映画ですけどね、これを見ていただくか、もしくは、のびという、大岡翔平ののびという映画、これも映像化されて今、アマゾンプライムであると思いますんで、これをご覧になればね、やっぱりね、 作り物だと分かっていてももうね気分が悪くなりますよ。戦場はそれの連続ですからね気分が悪くなるところじゃなくて気分が悪くならなくなるんですよ。麻痺するんですよね人が死ぬことや手や足や目や心を失うことに当たり前だろう人間が生きてるんだからっていう話になるんですよねいやそういうふうな心境の変化があってでいざその戦場から憧れた平和な世界に戻ると 平和なな世界が生き残りにくくなるんですよねこの辺はですね昔新谷薫さんが書いたエリア ATA とこの作品を見ていただければよろしいかと思いますそこではね風間慎という日本航空のパイロットが友人に騙されてアスランの外人部隊にサインしてそこで兵役を送らされること、ね、になるのがスタートなんですけどもその中でも外人部隊の 航空部隊に入るんですよね。飛行機です。ヤマト航空の練習生だったカザマシーンは飛行機の腕は抜群だったんですよ。ですんで戦闘機乗りとして他国の戦争に参加してそして一機宇宙としていくら一人殺していくらという形で稼ぎ始めるんですよ。なぜ稼ぐかということは稼ぐと自分を解放するための違約金が払えるからなんですよ。その金額3億円3億円を人を殺して貯めることによって自分は自由の身になって 我が国日本に平和な国に帰れるそれだけを一定にですね戦い続けるんですよで結局ねこれ最後の方では風間シーンは自由を手にするんですよそして日本に帰る切符を手に入れてよし日本で待つ恋人の良子に会うんだということで晴れ晴れとした気持ちで実は外人部隊を除隊するんですけどもパリの街で一夜過ごすんですけどね その平和なパリの街で自分の居場所がないことに気づくんですよ。そして思い出すのは戦場で助け合い励まし合った友人のことばかりなんですよね。風間ンはどうするんでしょうかそうなんですよ。自分の乗ってきた戦闘機で戦場に戻ることを選ぶんですよね。いや、そんなラストシーンが OAV では語られていてね。いや、一遍染みついた環境ってのはなかなかね、 振りほどけななないももんんだなと思っちゃうもんですなんか映画のレビューみたいになっちゃいましたけどもこれね今日のストーリーを語る上で結構大事なんですようんロスジェネ世代ロスジェネ世代って私も言われますし自分でもそう思ってますけども私はいつでもこう思うんですよ本当かと俺たちだけかと私が幼い頃に戦争帰りの話を聞いたあのおじいちゃんはどうだったんだろうかあのおじいちゃんはどうだったんだろうかって考えたら 確かに青春の能力人生のチップを全て手持ちぶさだにして他人から与えられたチップで戦場という自分の求めないところに行ってそこで求めない心を持って帰ってしまったんですよねだから社会にいても違和感しかないですよね「ああ軍人帰りがややこしいよね」って言われたりとか「また戦争の話かいいよおじいちゃん」って言われて自分の人生そのものをもう否定される。 耳を傾けてくくれるる人がいなくなるそんな環境に押し込められたわけですでも私はね、結構興味深くね、こんこんと聞いていたんですよ。そういう意味では私は軍人に向いてるのかもしれないなと思いますよね。自分の命をかけて何かを守ることに喜びを感じる方なんですよね。いや、そのためにこそ自分の命がここまであったんだろうかなと思うと、早く誰かのために、何かのために、この命を燃やし尽くしたいと思うぐらいなんですよ。ちょっと危ない思想が入ってるかもしれませんね。でももこれおそらく 教育の結果であり、人生の結果であり、今日の時点でそういうふうに心が定まったってことは、そういうふうな価値観をね、うん、知識や経験の中で育んでしまったってことなんですよね。まあ、つまり、何を見て聞くのか自分が選んだことですから、その結果、こういう精神が出来上がってしまったということなんですよ。でも、使いどころなんですよね。これを、使いどころを選べばね、ビジネスの世界ってどんなにやっても死ぬことはないんですよ。でも、 部分を上げれば報酬が入るんですよ。ライバルがどうなるかは分かりませんが、ただ、自分がその中で、この精神によって、結果をつかむことはできるんじゃないかなと思うんですよね。さあ、ちょっと話を変えて、ロスジェネ世代、時間をもうちょっと前にずらしてみましょう、ね。江戸時代までの日本の歴史、身分制度がありました。死の交渉を得た否認。ね 最近はね、実は死の交渉はなかったんだよみたいなね、親切を出してきてきれる人がいて、それがあたかも本当であるこのように信じられてますけども、馬鹿言うんじゃないと。どこをどう紐解いても死の交渉はずっとあったじゃないかと。完全な身分制度があったじゃないか。まあそれについては前回もお話し,しましたけども、正確に言うと死の交渉という職業分類があって、武士の中では階級があり、農民の中でも階級があり、 商人の中でも階級があってそして、えー、職かの中でも階級があるそういう意味での身分制度があったとだからだからしてプロ級の方が駆け出しの武士に対して偉そうな口を聞くこともできたということで身分制度はあったんだけどだそれが複雑にね縦だからだからだからで絡み合って、単純らは語らだかったかっだから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 だかだからだか交渉はなかったみたいなことを、ね、言い出す人がまだ、あ、かにねか略家ですよね それを聞いたらねあそうなんだ学校って嘘ばっかりだよねっていうふうに真に受ける人がいるわけですよでもそっからさらに思考を進めて本当にあったんだろうか本当になかったんだろうか自分で紐解いてみようかなっていうふうにもう一歩進む人っていないんですよつまりは今の検索文化の弊害ですよこれは検索すると答えが出るでしょだからその答えにたどり着くまでの景色を見てないんですよ言ってみればどこでもドアです 今日は箱根に旅行に行くんだどこでもってパンと開けて着いたやったね。それは楽しいでしょでも私は旅の楽しみってのは目的地に着くよりもそこを目指すことだと思ってるんですよね。その途中でどんな人に出会うか、どんな景色を見るか、どんな思いでどんなエピソードを重ねていくか。だからこそ箱根に着いた時にその景色がさらに私たちに訴えかけてくる、つまりは受信力が深まると思うんですよ。で感受性ってやつですよね。冒頭で話しましたよね。 戦争の話にちょっと戻りますと私はね30代の頃に枝島に行って戦艦ヤマトの乗組員その生き残りにお会いしてお話を聞きましたそうすると私はよかったよと戦艦ヤマトという二度とこの地上に現れないだろう巨大戦艦そこに携わることができてそこのね砲塔の担当だったんだって言ってました砲塔ですよ手法ですよ手法47インチ法です 473地って言ってましたけどね473地法ですかすごいでかいですよね大和美術館に行くとその巨大さにまあ驚くわけですけどもその方が言うには一つの手法に係員が30人いたと30人いて砲塔をこうえっちらおっちらって運んできて詰めて「撃て!」という号令のとともにバーンと撃つんだけどもその衝撃たるや凄まじいものでバーンと撃った瞬間に30人のうち半分以上はみんな気を失うそうなんですよ その衝撃ってね、反動でそしたらどうするかっていうと一刻も早く全員を起こさないといけないので気を確かに持った者がみんなをビンタして起こすらしいんですよおい大丈夫か起きろ次の砲弾準備だみたいな感じでねそしてその衝撃によって近くのねこの壁とか床に打ちつけられて怪我をする人間とか骨折する人間とかもいるんですよでも血を流しながら次の砲弾を込めるらしいんですよねねそそののの臨場感たりはねその方のね もう当時ご高齢だったその方の話を聞くときに私はもうね汗が出てね涙が出る思いでしたよまるでそこに自分がいたかのような感覚を覚えましただから現場にいる人の臨場感っていうのはこれなんだなと思うんですよねそれまでもいろんな資料や文献で見たことはありますけども所詮他人事で書いたものだったんですよ他人事で書いた記録だったんですよねでもそこに携わった本人がそんなことがあったのかとかね聞くと まさにリアリティとともにこの人は本当にこの戦場に来た人なんだなと思いましたよく生きて帰ったなと最後沈没の瞬間もその人は描写してくれましたけどもまるで私がね海の中に引きずり込まれて重油油の中に顔を突っ込んで呼吸ができなくてそのまま溺れ死んでしまうようなそんなリアリティで語ってくれましたねその中でもその方は何とか近くに回遊していた 護衛艦駆逐艦に助けられて今こうやってあんたの前で話をしてるんだって言われましたよねいやすごいですねでもこの方もねそれだけの世界一の巨大戦艦を操っていたその方も戦争が終わって家に帰って田舎に帰ってくるとね仕事がなかったらしいですよね戦場ではあんなに俺たちは三色に困ることもなく友人たちと運動会をしたりいろんな訓練で競い合ったりした そこにには確かに優柔や仁義があっただけどもこの社会には平和な社会には一体何があるんだわしは戦争の方が良かったとまでは言わないけどもこの平和ってのは嘘じゃないかみたいなことでね発揮捨てられていましたね、まあ、まだその方とのやり取りってのは長いんですけどもとりあえず死の交渉に話を戻しましょう江戸時代言わずそれまでの日本には死の交渉という二分制度があって基本的にその身分は 横移動がでできなかったんですよね。横移動しようとするとちょっと難しいルートを通ることになりました死脳交渉得た否認というね別の身分制度があったんですけども得たっていうのは永遠に固定身分なんですよもうそのとおりで昭和の初期までずっと固定されてましたおかげさまでっていうのは変ですけども戦争のおかげでめっちゃくちゃになったんで得たっていう制度はどんどんなくなっていったというよりも 多くの人が似たような身分になったからだからこそガラガラポンが行われてそこからみんなで用意どんになったわけですけどね。でエタっていうのはどんな職業かというとあの主ににはは動物の解体でですお、ね、お肉肉ととかかを取るしししょ牛やや豚とか当時は犬や猫もお肉にしてましたけどねそういった食肉加工業が主で例えば皮を取ってその皮でね楽器を作ったりとか手袋を作ったりっていう職業。 そういった職業の人に納品していたこれも前回お話ししたと思いますけどもそういった形だったんですよねですんで得たっていうのはずっとそれなんで、えー、腸内細菌とかに触れる機会も多くて伝染病の発信源になってたりするんですよだから当然人はあまり寄りつかなかったんですよねで子供たちは子供たち同士で鬼ごっことかするじゃないですかだから得たの子供とそうじゃない子供が一緒に遊ぶとその腸内細菌とかがうつって本当にねタッチとかやったら死ぬんですよ で、私たちも幼い頃何々金だ、はばい禁だとか言ってタッチあーブグッピーとかやったんですけどもあれはね実はね本当にそういう時代があってあの遊びで本当に死ぬ人がいたわけですよでも当時医学っていうのは進まなかったんで公衆衛生ってのはなかったんで何で死んだかわかんないけどもあの子と遊んだら死ぬよねみたいなことになってたわけですよねだから差別がそこから生まれたわけなんですよつまり差別っていうのは合理的に生存するための知恵だったということが別の動画で私語ってますけどもお話ししてるんですよね じゃあ、得たは分かった。否認ってのは何なのかっていうと、もともとは死の交渉のどこかに身分にいた人が、お暇を出されて、もしくは失敗をして、何かの理由で、否認っていうところに落ちてきたんですよ。否認っていうのは別に、得たと同じような職業でも何でもないんで、否認っていうのはね、大道芸人をやったりとかね、三味線を弾いてみたりとか、音楽、歌をやってみたりとか、絵を描いてみたりとか、瓦版を作ってみたりとか、そういうふうな形で、まあ、フリーランスだったわけですよ、今で言う。 今で言うユーチューバーと言ってもいいしネットビジネスをやってる人みたいな感じだったんですよね仲介手数料を取ったりとか情報を売ったりとかね、えー、面白い話を聞か,せたかをせしたりとかそれこそ売春を斡旋したりとか世間をやって人会をやってみたりとかあったんですよねこれが否認ですだから否認っていうのは結構ね憧れの職業で、あのー、はみ出し者なんだけども自由人だったわけですよねでその否認もいつか元の身分の人もしくは別の階級の人が迎えに来ることがあったんですよね そそろそろ暇を出して10年になるから戻ってこんかみたいなこととか最近お前の評判を聞いてなやっぱりうちに戻ってほしいみたいなことだったりとか大名がねあの日に面白いのうちの家臣にしたいんだけどなみたいな感じで取り祀られることもあったわけですよそういった歴史を知るとねロスゼネ世代っていうものを今回お話したんですけどもまあ不思議な感覚ですよねだって江戸時代の身分制度がかっちりした時でも逆転の手を打ってたわけですよもちろん得たは全然ダメだったんですけどねどうしようもなかったんですけど そう考えたらね、今っていうのは職業に規制もないし何をやっても自分の選び方と努力次第ですし結構自由なんじゃないからロスジェネ世代の当事者たる私がね自分の人生を振り返ってもっと不自由だった人なのにそれをロスジェネと呼ばれてない人って結構いたなと思うわけですよね少なくとも徴兵された人って本当のロスジェネじゃないかなと思うんですよだって戦争以外許されなかった時代ですよ そこには恋愛もないし、趣味もないし、アメリカ映画を見ることも非国民とか言って許されないわけですからね。江戸時代なんてのは情報そのものがなかったわけですから、一体一日何をしていたんでしょうね。暇だったのかなといえばそうでもないです。忙しく日銭を稼ぐために農家をやってましたからね。ちなみに日本人のほとんどが農民だったらしいです。99.9%。現金を見ることがほとんどなかったらしいですね。で、アルバイトといえば他の人の畑を手伝いに行って、 報酬としてお米や芋をもらったみたいなことだったらしいです。だからあの年貢っていうね、税金もお金じゃなくて、米で払っていたということらしいです。ちなみに米一票二票って言うでしょう。そのお米を藁で包んで結んでいた、その結び方を亀甲縛りって言うんですけども、それがね、今になってはちょっと卑猥な表現になったのは、また時代のなんか皮肉かなというところがありますね。はい、ロスジレ世代の話をどんどんしてるんですけども、こういうふうにね、江戸時代前も、 昭和の初期も20年代とかも結構ロスジェネだったんじゃないかなと思うんですよ。じゃあ昭和20年以降はロスジェネが終わったのかというとそうでもないんですよね。だって考えてみるとねあの保険制度って昭和20年明けてすぐにできたわけじゃないんですよ。例えば労働保険ね。こんなもん別になかったわけですよ最初はね。今工事現場に行くと安全第一って貼ってあるでしょ。でもあんな安全第一なんてのは関係なかった時代があってそれこそね 木の実木のままで職場に来て、長靴一つ与えられずに、よし、仕事開始みたいな感じでね。で、怪我は自分持ちみたいな。怪我と弁当は自分持ちみたいなのが、当たり前のところが現場だったわけですよ。だから毎日誰かが怪我をして手を失ったり、指を切ったりとかね。切るっていうのはなくなるってことですよ。指を切断してみたりとか、機械に挟まれて死んだりとかね。そういうのがありました。私が小学生の頃に、あの、年に一人ぐらいね、お父さんが工場で、 お亡くなりになりましたんで皆さんでカンパしましょうみたいな話が先生から回ってきたんですよ私の街ってのは日本交換という製鉄所が支えていた街ですんで日本交換そのものとは言わないけども安全管理体制がまだまだだったんでしょうねいろんな場面で人があどっかに落ちたとかね水に飲まれたとかね行方不明になったとかローラーにひかれたとかっていうのでなんかね私の学校でも年に一人ぐらいは お父さんが事故で亡くなりましたみたいな感じでそうやってカンパを集めるっていうのが当たり前だったんでううちの親父もいつかこうやって死ぬのかなっていうふうな覚悟はしてましたね幸いだん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 労働環境が整ってきてねそうやって先にお亡くなりになった方のおかげで労働環境が整ってきて安全第一っていう運びにどんどんなっていったりとか労働保険なりその他の保険が整備整備されていったりとかねあと年金とか起きてきたりとかしたわけですよ、うん、だから当時ね普通に 母子家庭じゃないですよ。母子手帳がある人とない人って言ったわけですよ母子手帳今は全員発行でしょ当時は母子手帳持ってない人いますからねであと雪倒れってのもありましたね私の町でもありましたよなんか向こうの方で倒れてる人がいるけども誰なんだろうみたいなねそしてお巡りさんを呼んだりとかね救急車を呼んだりとかするとあこれはちょっと離れた町にいる人だねとそう身元もわかんないからそのまま葬っていこうかとかね とにかく、雪き倒れで、そのまんま、そこまで歩いてきたんだけども、なんで歩いてきたかわかんないけども、倒れて死んでるみたいな人がいましたね。雪倒れ。子供たちが雪だるを見つけたりとかね。雪だるがいるよみたいな感じですよね。その言葉今も聞かないですよね。あと、みなしごっていう言葉もありました。実際にみなしごっていたんですよ。よく私も幼い頃、あのー、私自身は言られたことがないんですけども、あんたは橋の下で拾ってきたんだよとかいう言葉があったんですけども、実際にそういう子もいたんですよ。橋の下で腹をすかして、細々とね。 なんとか生きている子供をちょっと目にしたお父さんやお母さんがうちの子にしようかってそのまま持って帰っちゃう子もあるんですよね。なしごを自分の子供にするってことですというのがね、うん、やっぱりいろんな事情で子供が生まれなかったとか生まれたんだけども3歳5歳で死んじゃったっていう,うな、ね、失意の中にいるお父さんやお母さんが見知らぬ子をね自分の子供にしようっていう気持ちが働いたりするんですよ。あの子子はは親ががななないいんだなとうちは子がない だったらあの子うちの子の生まれ変わりとして育てようかみたいな気持ちでしたね。だからそういうのはね別に普通にありましたよね。うん。本当のお父さんお母さんみたいに育ててくれてありがとうみたいな美談っていうのがあったりとかあとはね「あの人は今」みたいな言葉は今ねあると思いますけども当時本当に「あの人は今」っていう番組があったんですよ。それは何らかの事情で幼い頃親と子が離れ離れになっちゃった。もしくは 友人が離れ離れれになっっちゃったそれを番組で呼びかけて私はこれこれこういうものですこういう人を探してるんですけども皆さん知りませんかって感じで再会するんですよ再会した時にはもうすでに20年30年の時間を過ごしていますんで全く別の人全く別の面影になってるんですけどもそれでもねずっと心に温めた目あった2人が再会するわけですからお茶の間の感動をさらってきましたねあの番組は今なくなりましたなぜならそういうふうに 行き別れになる人っていうのがめったにいなくなったからなんですよまあでもねその裏でも今でも1,000人以上の12歳以下のお子さんが行方不明になっているという現実が起きているのがこの日本です怖いですね1,000名前後の12歳以下のお子さんがですよ行方不明になっているわけですよ自ら家出をしたっていうのもあるでしょうけども拉致されたりとかね誘拐されたりとかそのまま不審死を遂げたりとかそういった例もあるでしょうね いや、ちょっと物騒な話ばっかりになってきました。うん。みなしごっていう言葉からね、妙なところに行ったもんですけども、そういえば老後2000万円問題年金にかかる問題ってありましたけども、年金制度だってね、別に最近できたわけですから。だから年金なんてなかった時代の方が長いわけですよ。圧倒的に。それから金利っていう概念とか、そういったものも最近ですよね。青空学校っての知ってますか青空教室。それは戦争の後、 小学校や中学校を再開したんだけども校舎がないんで校庭というか道端で勉強したっていうまあそういったことをね青空青空の教室って言ったんですけども今そういった青空教室もなくってなんとエアコン完備なんですよ今いやすごいですね <laughs> でこれの毒がねロスジェネなんだっていうことを言う私は一言で言いたわけですよでその中でも私自身が自分のロスジェネをね自覚するのはこういうことなんですよ 教育を受けた間、全部を信じたわけではなかったんですけどもいい学校に行っていい会社を見つけてそしていい家庭を作っていい老後、ね、こういうふうないいいいいいという何がいいのかわからないいいというねなんとなくふわっとした概念でもって私たちは人生を歩かされることになりますでもその中でも人に与えられたいいものがいいものかよみたいな感じでいわゆる私は突っ張ったわけですよだからこそイラついた時にはパンチでね 自分の持てる能力っていうのはパンチしかなかったんでそれで解決しようとしたんですけどもやっぱりそれはいつまでも許されることはなかったかなっていうところですよね今思えば当然なんですけどもただやっぱりね10代の体力有り余った男の子には問題解決って誰かを説得したりとかね人脈を使ったりじゃなくてパンチで落とすしかなかったんですよねまあ何とも野蛮で暴力的だったかなと思いますけどもでもだん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 それが許されないこととか パンチをすれればね、それ以上の報復がある。つまりはやり返されるというよりもやっぱりこうねあの社会的問題になるわけですよあいつは乱暴者だから付き合うなとか怪我をしたから弁償しろとかねそうなるとあ結局手を出したら負けなんだというふうな形でねそうじゃない方法での解決を探るようになって初めて勉強して分かってもらうってことの大切さ伝える力の大切さに気づいたわけなんですけどねでまあとにかく当時はねみんなと同じが美徳だったんですようん。 協調性とか一致団結とかチームワークとかねチームプレイとかってねそういうものがかっとばれる時代でテレビドラマを見ても一人はみんなのためにみんなは一人のためにこの言葉がものすごく貴重なものとされましたいやーだからね言われた通り素直にやることが良かったんでしょうねでもどうでしょうか私のロスデネ体験といえばそういうふうにしてみんなと同じようにやるべきだった社会に出てみたら違うとお前の個性を出せっていう時代に入ったわけですよ いや、自分の個性を押し殺して、自分の特徴を押し殺して、みんなと同じことが美徳だったはずなのに、社会に出ようとしたときに、価値観の崩壊、つまりバブル崩壊が起きて、そうじゃないと。お前だけが生き残れ、みたいな形になっちゃったんですよね。バブル時代はなんでできたかっていうと、値上がりしそうなものにみんなで群がると本当に値上がりしたんですよ。だから、どん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 、いろんなものの価値があがりました。基本的には土地の値段が上がったんですよね。でも、その土地に対して、待ったをかけた金融庁。 ちょっと待った加熱すぎだよと。これからは能力のある人が生き残るようにしようねと。した結果、能力のない人は全くお金が借りれない。もしくは借りたお金を返せって言われるね。貸し剥がしみたいなものにあって、時にはそういった事業者さんっていうのは死に追いやられたりとかしたわけですよ。つまりは、能力のない人を淘汰する時代に入ったわけですよね。これは強制淘汰ですよ。命を奪うわけですから。一家、心中っていうのもあったでしょね倒産によって、 多くの人が人生を覆されたでしょう。予定通りに行くはずだったのに、それを全部ぶち壊されて、絶望した人も多かったでしょう。一時期は、クルーザーに乗って、別荘を買って、みたいな大社長も、夜逃げをして、借金数十億、数百億、こんな人もね、たくさんいると思います。今、日本中で、いろんなね、所有者不明の廃墟ってものがありますけども、その慣れの果て、金持ちの慣れ果てです。これが冒頭で言ったね、戦場ではヘリを飛ばして、 100万ドルの戦車を動かして、そして戦友と共に生き残るために助け合った。ね。そういった仁義があったはずなのに、でも、平和な世の中になると、派手にやりすぎた人はもういられませんとかね。贅沢すぎる人はいられませんみたいなね。そんな形になって、どん底に突き落とされたということなんですよね。おかしいなと。銀行が焚き付けて俺に借金させたはずなのに、それを今頃返すってどういうことなんだみたいなのがね、ドラマがよく起きました。そういうのを横目で見ながら、 あ、金持ちになるのってのはこんなに危ないことなんだなっていうふうにね、感じたもんでございます。まあ、ロスゼネってものね、いろいろ捉えていけば、悔いはないんですけども、まとめて言うとね、私のロスゼネ体験は、うん、みんなと同じにするべきと言われて育ったのに、社会に出るときには価値観が変わって、自分にしかできない自分を表現しろっていうことになったわけですよ。いやー、戸惑いますよ、それは。自分勝手に生きた方が正しいっていうふうに言われちゃうわけですから。しかもね、暴力なんて使うべきじゃないと思ったら、今は、雷神とかね、 K1 とかね。それからブレイキングダウンみたいな。いや、暴力だって立派なエンターテインメントになるじゃん。待ってくれよ。俺そっちの道に行ったら何とかなったかもしんねえよみたいなね。そんな話ですよ。まあ私なんてのは結局小物だったかもしれませんけども。でも嘆いてばかりは入られません。今はテクノロジーを使って、暴力ではないんだけども別の方法で自分の人生を解明できるようにね。やっぱりしていかないといけないなと思うところもあるし、やっぱりもうね、明日私50ですよ。50になったらさすがにね、 あのバトルでは叶わない人がたくさんいますよ10代20代の血気盛んな若者、うん、そういえば当時私も10代20代でね5060年もしくは40とか30に負ける気がしなかったですよねでも今今度は負ける気がする <laughs> 立場になった時にはあの暴力というステージじゃなくってね格闘技というステージじゃなくって別のところで勝負をしたいなっていうふうにジャンルを変えさせてもらおうかなっていうところですねまあそれがビジネスだったりするわけですけどもちょっとコーヒーいただきましょう でも振り返ると人生はそして人類はずっとロスジェネだったんではないかなと思います。国の制度に敷かれて身分があって。その身分は自分ではどうしようも変えることがなくて。差別を受けたら差別を受けっぱなし。こんなひどい仕打ちの中でもちょっとした喜びがあるから生きていけたんだなというふうに思うしかないんですけども、今はね、みんなが平和になって平等になった時に平和の弊害が出始めてるんですよ。平和なんだけども、 差別やいじめがあるでしょ戦場ではね確かに差別やいじめあったと思いますけどもでも戦友が何かね死んでしまったりやる気を失うと自分の命も危ないので基本的にはねどんな馬の合わないやつだってやっぱりこう助け合いましたよね。そいつを守ることが自分を守ることになるので。の 例えば隠して、あの、靴を隠したりとかしたら、パフォーマンスが、チームのパフォーマンス落ちるわけじゃないですか。だから自分の命も危なくなるんで、基本的にはやらなかったですよね。命の危険が迫っていたから、共通の敵があったからなんですよ。でも今は共通の敵がものすごく見えにくいので、目の前のやつを敵にするわけですよね。こいつを小突いて、自分が優位に立とうと。人を貶めて、自分の立場を上げようとかね。 あの論破ブームっていうんですか論破王のイキって言いますけども結局あの人は人をバカにすることによって自分が浮かび上がってきてるだけですから、まあ、最低の人間だと思うんですよね。あんな人間がやっぱりロスジレ世代と言われる私たちの中で生まれたのも、まあ、時代の皮肉と言いますかね悲しいことだしでああいう人を選んでいる人が大多数いるっていうのも誰かをいじめたいというその気持ちの表れであり言ってみればね、あのー、誰もいじめることができないから。 しょうがないから人が人をいじめてるところを見てせいせいしようみたいなところなのかもしれないかなと思います。まあひろゆきさんをね、なぜ発して、ちょっと申し訳なかったんですけども、でもやっぱり、あのうん、人を言い負かすってことは、戦争なんですよね。その目の前の人に恥をかかせることによって、自分が優位に立つわけですから、これも立派なね、戦争だと思いますよ。うん、だから私はやっぱりこう、うん、ある程度ね、折れていくっていうかね、言い負かされてあげるっていうような余裕があった方がいいのかなと思います。 いろいろとお話ししましたけども今回もねあのロスジェネってことを中心に何本かの映画やそれから漫画作品を紹介させていただいたりとか自分の人生をこうやって振り返ってみたりとかずいぶん気持ちの整理ができましたおかげさまでね、えー、この51話を終えたのと同時にすっきりとした気持ちで明日から始まる50歳に、えー、立ち向かっていけそうです49歳40代本当にお疲れ様でした 30代では浮かび上がれなかった私も40代でなんとかね人並みのところに来たんじゃないかなと思いますこれから人並み以上の人生を作っていきたいしもっと言うとね人並みとか人並みじゃないとか他人と比べてどうこうじゃなくて自分の求めてる人生を自分で作っていきたいかなと思ってますねはいじゃあ今回残すキーワードは規制緩和でございますねいろんな規制がありましたその規制がなくなることによってつまりは 誰でもそれやっていいよって言われたがゆえに誰もができなくなっちゃったっていう皮肉が起きるわけですよ。それによって相場も壊れますしね。規制緩和って本当に必要だったんでしょうかそれとも規制ってのは正義だったんでしょうかさあどうでしょうかね。YouTube って規制がないですよね。誰でもできますよね。なのになんで格差ができるんでしょうかこの辺もいろいろと考えてみると面白いのかもしれないですね。えー、それでは長い人が、一人語りになりましたけれども、今回は以上でございます。 52話たさんよろししくお願いしますちょっと作るのこの後じゃ難しいかもしれませんけどねいろいろとキーワードを拾っていただけると思いますのでタカさんを信頼しておりますいってらっしゃい。